今日のトークテーマは叶えたい欲望。はいはいはい。七夕だったじゃん。あ、結構前ですね。うん、そう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 。あれってなんか願い事叶うらしいよ。そうなんですか。うん、でもなんか願い事するじゃん。あの短冊に願い事書いて。あ、なんか織姫と彦星がフューチャリングみたいなする。そう、フューチャリングして叶えてくれるってなったら何をお願いする？そうですね。まあ何ですかね。やっぱ世界平和とかですかね。お前とことんだな。もうちょっと自分のこと考えろよ。いや、まあ俺以外にも大事な人ってたくさんいるんで。叶わねえや。まあ俺以外の人たちにやっぱりラブにピースしてほしいなって。まあでもあえてだよ、欲望ということでさ、まあちょっと身近なところでいこうか。どこのブランドの服全部くれるだとかさ、うん、まあそれで言ったらなんかちょっと年齢少し若くなりたいなってのありますね、うん、10歳年若くなりたいとか、うん、それあれだよ、あのアポトキシン4869のあれ子供になるんじゃなくて、あれ10歳若返る設定らしいからね。あ、そうなの。そう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 、ちょっと現実的にあれはないの。欲望だったら免許取りたいっす。もう受けなくてもいいからテスト受けずに免許取りたい。公的な証明書が欲しいと、免許センターの前で進路を呼んで、うん、免許欲しいっつって免許降りてきて。まあでもなんかそういうちょっと現実的なところで言えば、この欲望叶ったんだけど、俺三鷹にあのサーティワンアイスクリーム欲しいなと思ってた。できた。なんでそれサーティワンアイスクリーム買ったんですか。え、ホッピングシャワー超うめえじゃん。あの僕は神宮で野球見に行ったんですけど、うん、その時にサーティワンアイスクリームあって、うん、ホッピングシャワー頼みましたやっぱり。あれだよな、結局あれなんですよ。結局あれなんだよね。なんかちょっとパチって言うしな。いや、あれ最高なんですよ。あの、うん、パチのよりかはあのアイスが美味しいんですよね、うん、あの味が。ちなみに31であったら、うん、アイスはカップなんですか、それともコーンなんですか。あ、俺ねカップ。あー、わかります、一緒です。とことん合うな。いやもう最高。とことん今日は合うな。今さ、あれ一口もらえるらしいね、お試しで。これって言ったら、うん、あの一さじ分くれるらしいんだけどさ、うん、ああいうお店って女の子が並んでたりとかするじゃん、はい、そこでさ、こんなおっさんが言ってさ、あのダマスクドメロンでとか言えないじゃん。聞きますよ。でも店員さんが、あ、こいつ何言うてんえって思われるだろうね、はい、ただまあそういうなんか欲望って意外とあれじゃないですか。結構小さいものもあれば莫大なものも多分いっぱいある中で、うん、そうだね、お金関係の話したらキリがないもんね。そうなんですよ。だからお金持ちになりたいとか多分あると思いますけど、うん、やっぱその七夕とかもやっぱりね、織姫と彦星が1年に1回フューチャリングする日なんで、うん、そうだね。そんなところをね、自分の願いであいつらのステージ怪我したくねえもんな。そうですね、うん、あいつらがやっぱ照明当ててる時期に、うん、俺らがやっぱりちゃちゃ入れんのかな。あれなんで。そうだね、自分のために踊りなよ。マリオネットじゃん。ボーイのマリオネットじゃん。いやいや、今日はリュウが自分のために踊ってたから、ね、はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、あとは通知のベルマークの方をオンにしていただいて、コメント、ランジャーお待ちしております。バイバイ。